皆さんおはようございます。京都大学職員組合です。日曜日の読売新聞の第一面のトップに報道された京都大学当初選考会議において新しい選考制度が決まったというのは全くの誤報でした。実際には当初選考会議内では学外委員案と学内委員案が提出しております。読売新聞が伝えたのは学外委員案のみです。昨日3月18日教育研究評議会が開かれました。問題となっておりました当初選考会議の学内委員の選考方法に関し当初から従来と異なって4月1日に新しいメンバーによる臨時の教育研究評議会を開催しそこで学内委員を決めたいと提案がありました。それに対し従来のように3月中に決めるべきだという意見が多く出され3月26日に臨時の教育研究評議会が開かれることになりました。教育研究評議会の総長は提案時代が終わった後総長選考会議の学内委員が発言しました。読売新聞をはじめ総長選考会議において新しい選考制度が決まったかのような報道が出されていますがそのような事実はありません。まず前回の総長選考会議では何も決まっておりません。実際には現在総長選考会議において議長案と我々学内委員案の2つが対立しております。学外委員案は1学内外からの推薦を受けリストアップする、2総長選考会議が候補者を絞り込む、3絞り込んだ候補者に関し教育研究評議会と経営評議会のそれぞれから意見を求める、4それを受け総長選考会議がさらに絞り込み決定する。学内委員案は次の通りです。1学内外から推薦を受ける、2学内での予備投票を行う、3学内での意向投票を行う、それを受け総長選考会議が決定する。ここに見られますように学外委員案は学内投票を予備投票も意向投票も完全に廃止する案です。学内の意向の調査の仕方はただ絞り込んだ候補者に関し教育研究評議会と経営評議会に意見を求めるというだけです。つまり3月16日に読売新聞の第一面トップを使って発表された京都大学総長選考会議の方針が決まったという内容は実は総長選考会議の議長安西雄一郎現中央地方審議会会長をはじめとする学外委員案の単なる一方的報道であったわけです。しかもその新聞報道にある背景説明も学長のリーダーシップ学内のしがらみ等々従来の産業競争力会議や中央教育審議会の主張そのものです。読売新聞の第一面がこのような完全な変更報道に使えたという明らかな事実を私たちはよく押さえる必要があります。これほど露骨な介入があるでしょうか。私たち京都大学職員組合は京都大学の自治民主主義のためにあくまでも戦い抜きます。皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。